はい、どうも、日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということでですね、本日はね、アジアカップ日本代表出場紹介のミッドフィルダー編やっていきたいと思いますけども、昨日の決勝ね、すごく悔しい内容でしたけども、まあ前半からね、素晴らしいサッカーしていたね、カタールがね、単純におめでとうと言いたいですね。ということで、本日はね、この7人ですね、7人の中から、全員レベマンにしてきましたので、レベマンのね、能力値見ていきましょう。はい、ということで、乾貴士選手ですね。まず乾貴士選手ですけども、好きな選手の一人でですね、レベマにすると53レベルまで上がり、総合値83まで上がりますね。適正ですけども、まあこのようにありますと。はい、乾貴士選手、レベマですが、まあボールコントリブル、そして瞬発ボディコントロール高いですね。まあこの辺はね、さすが日本のね、随一ドリブラーかなっていうところではあるんですが、ただ一つね、決定力が一つ難点な部分かなとは思ってましたね。はい、ということでね、二人目は原口元気選手ですね。はい、大会を通してね、攻守にわたる貢献を見せておりましたけども、レベマではね、55レベマで上がって、左サイドハーフで82ということで、適正はこんな感じですね。はい、原口選手ですけども、まあ、ドリブルだったり、ボールダッシュがね、高いところが個人的にね、いいかなと思ってましたね。ボールダッシュ高くて、かなりね、チェイシング持ちっていうところもね、かなり評価ポイントが高い部分ですね。はい、ということで、3人目は堂安律選手ですね。堂安選手ですけども、レベマ、73レベまで上がり、右サイドハーフで84レベ、84ですね。総合値84まで上がりますね。そして適正はこちらです。はい、ということで、能力値見ていきたいと思いますけども、いやー、スピード瞬発あって、そしてボールコントロール、ドリブルがあると。ここら辺さすがですね。はい、もちろんね、スピードあって、そしてね、上ででもね、体幹がブレないドリブルをね、しっかりこなせるので、一つ魅力ですね。はい、次ですね。はい、次、伊藤純也選手ですけども、伊藤純也選手、レベル60まで上がって、右ウィングで80まで上がりますね。ということで、適正は右サイドハーフと右ウィングですね。はい、ということで、能力値見ていきたいと思いますけども、スピード瞬発がもう圧倒的、87、90まであるんですね。そしてボールコントロール、ドリブルあるので、まあ随一のねスピードドリブラーですね。はい、ということで次はですね、中盤柴崎岳選手ですね、レベマで58レベまで上がり、インサイドハーフで81まで上がりますね。ということで、センターミッドフィルダーと OMF ができます。そして総合値ですけども、あ、能力値ですね、能力値ですけども、まあグランドパスボディコンが高いということでね、ワンパ持ちをね持っているので、ここはありがたいところですよね。はい、次ですね、遠藤航選手ですね。いや、決勝出て欲しかった選手の一人でしたけども、まあね、前回の試合イラン戦でね、怪我をしたということで、今回は塩谷選手になっておりましたけども、遠藤選手ですけども、適正はこのように右サイドバックまでできますね。ということで遠藤選手ですけども、ご覧の通りね、センターバック登録なので、ディフェンダー値がね、高いところがね、一つ、いい部分ではないでしょうか。はい、ということでですね、ラストは青山選手になりますね。まあ、アジアカップではね、ちょっと怪我で離脱しちゃったんですけども、まあ、アジアカップメンバーなどでね、紹介しておきます。そして、レベマーまで55レベルで、DMF で78ありますね。そして、適正はこんな感じですね。気になる能力値ですけども、こんな感じですね。まあ、全体的にバランスがいいというイメージでしたね。はい、ということでですね、本日は、アジアカップ日本代表レベマ紹介、ミッドフィールダー編やってきましたけどもね、ディフェンダー編はね、もうしばらくお待ちください。まだね、レベマにする選手がかなりたくさんいるので、まあ、2人か3人かな、いるので、そこら辺はね、ちょっとお待ちください。はい、ということでですね、本日はこの動画で終わりにしていきたいと思います。次の動画もぜひご覧ください。